オラトドース、皆さんこんにちは、マリコです。スペイン語にも日本語と同じようにたくさんの格言やことわざがあります。哲学的な意味を持つものから軽い意味のものまで様々ですが、こうした表現を知っておくとスペイン語の理解が深まり、自分の表現の幅が広がること間違いありません。ということで、スペインの日々の生活の中でよく耳にすることわざを100種類厳選しました。これから一つずつゆっくりと全100本の動画でご紹介していきます。スペイン語のことわざシリーズ第1弾は A buen hambre no hay pan duro です。 Vamos a empezar。 その1、このことわざの意味。 A buen hambre no hay pan duro は文字通りに訳すると、かなりの空腹には硬いパンはないとなります。硬いパンというのは食べられたものではないという意味ですので、日本語で一番近い言い回しは、隙腹にまずいものなしといったところでしょうか。その2、このことわざの単語文法解説。A buen hambre no hay pan duro。かなりの空腹には硬いパンはない。あは前置詞で何々に。buen は形容詞で良いという意味ですが、ここではかなりのと訳しておきます。hambre は女性名詞で空腹。no は否定の副詞。愛は動詞 haber の三人称単数現在形で何々がある。つまり、no hay で何々がないとなります。パンは男性名詞でパン。ドゥーロは形容詞で硬いという意味です。全体で、A buen hambre no hay pan duro。かなりの空腹には硬いパンはないとなります。その3、このことわざの発音練習。まずはゆっくり発音します。私の発音の後に皆さんが発音するスペースを設けますので、単語を見ながら発音してみましょう。A buen hambre no hay pan duro。 A buen hambre no hay pan duro。 A buen hambre no hay pan duro。今度はもう少し早めに発音してみます。同じように私の後に発音してみてください。A buen hambre no hay pan duro。 A buen hambre no hay pan duro。 A buen hambre no hay pan duro。 最後に字幕なしで発音してみましょう。A buen hambre no hay pan duro。 A buen hambre no hay pan duro。 A buen hambre no hay pan duro。 素晴らしいです。その4、このことわざと同じ意味の違った表現。同じ意味で使われる4つの表現をご紹介します。A pan de 15 días, hambre de 3 semanas。 15日目のパンには3週間の空腹。これも3週間何も食べていなければ15日目の硬いパンでも食べられるという意味ですね。 La mejor salsa, el apetito。 最上のソースは食欲。これは日本語でも言いますね。空腹は最高のソース。 Al hambreCualquier cosa bien le sabe。 空腹にはどんなものでも美味しく感じる。食べ物からは少しずれますが、 Para el buen sueño no hay mala cama。 とても眠い時には悪いベッドはない。とても眠い時にはどこでも寝られるという意味ですね。スペイン語のことわざシリーズ第1弾、 A buen hambre no hay pan duro。いかがだったでしょうか。このことわざが役に立ったと思ったらぜひいいねお願いします。
このチャンネルではスペイン語だけでなく、スペインの雑学やスペインの世界遺産などを発信しています。チャンネル登録をしていただけると、新しい動画がアップされた時にお知らせが届きますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。Muchísimas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!